さあ号砲鳴って第8レースチャレンジ決勝戦、今スタートは外から9番の佐藤からのスタートです。9番の佐藤住吉、今日はこのメンバーの中では1番の菱田、9番佐藤、この両者が予選競争から全くの辻つかずで2連勝で上がってきています。赤番の周回を今通過していきます。さあ菱田が動きました。近畿の4選手、近畿勢に対して9番の佐藤、9番佐藤もインコースからここは引きました。1番の菱田が先行体制に持ち込みます。さあ3番の佐伯の福島コンビがここは近畿ラインの後ろへと並んでいきます。ジャンが入りました。3コーナーから4コーナー、9番の佐藤は終始インコースから後方に下がって7番手の位置になります。ホームへ戻ってまいりました。1番の菱田、さあここは先行です。さあ最終周回第1コーナー、ジャンから先行している1番の菱田、番手は7番の平田、3番手に2番の山崎、そして中段位置からまくるは3番の佐伯、3番佐伯のまくりです。さあ後ろ6番の橋本を連れて、さあまくっていく97キロ、両者の争いになった。さあきれいにまくり切りました3番の佐伯、後ろは6番の橋本、しっかりマーク追走、さらにそれに乗っていくインコースから7番の平田、最後の直線向かって1着は3番、2着は7番、6番、接戦です。